力をを使わずにに飛距離を出すために考えることでクラブが一番力が加わった時にどうなるかっていうのを考えたいと思います普通にスイングしてこのようにクラブを振っているとあまり感じ取れないのですがクラブ自体はしなっているというか棒の部分が曲がっていますで曲がっていることで、まあ、スイング中いろいろな効果があってスイングをしてボールを飛ばしてくれていますでその時にクラブが一番 力が加わったときにどうなっているかというのを考えると少し動き方をどうしなきゃいけないかっていうのをイメージできるのではないかと思います。で、同じように硬くてもこう少ししなっているのですが、分かりやすいようにこの柔らかいクラブで説明したいと思います。一番単純に動きとしては起こるのはクラブどのような動きでもいいのですが、まあ、縦にこのようにやっていただいても。 横にこのように振っていただいてもクラブが一番力が最大になったとき一番こうヘッドが動いたときですねこのように曲がって動いたとき必ず自分のちょっと見にくいかもしれませんが手の延長線上に絶対ヘッドがこのように進んできてくれる手が,手が進んだとこの手の直線上に絶対にヘッドというのは 来るようになってますどっからどこからやっていただいても最終的にはこの手元のの延長線上の場所ににるようになってますですからボールを打つことで考えると手元が先に行ってくれれば手元のところまでヘッドというのは出てきてくれますので自分で意図的にボールに当てようとしなくても手元の位置さえ動かし続けてあげればその手元に向かって正しくクラブがしなっていればこのように前に 出てきてきくれますので自分で当てようとしてヘッドを前に出してしまうとヘッドを前に出すっていう動きは手が後ろで稼働してしまうような動きになりますので自分では出しているつもりなのですが手の位置よりヘッドというのは手の位置までしか動いてくれませんのでこのように届かななないような状態になり,やすくなりますですので逆にこのように手元さえ ボールの方に出していってあげればしなりでヘッドが前に出てボールに当たりやすくなってなおかつ自分の力で打たなくてもしなっている分ヘッドが移動してきてきれいにボールを拾ってくれますので自分で無理やりしならせてこのように打つというよりはグリップ部分が前に進んでいったことで打ってあげるときれいにボールを。 ヘッドが拾ってくれるようなな形になりますので力が加わった時というのは自分のグリップ拳のところにヘッドが来てくれるっていうようなことを知識として一つ覚えておくとスイングに役立てられるのではないかと思います。